Good morning, everyone. 今日の朝食は昨日実家でもらってきた、コロッケあったので、それを、イングリッシュマフィンに挟んで、マヨネーズとケチャップが挟まっています。そして会社でもらってきた、北海道のアスパラガス、これを湯がいただけで醤油とマヨネーズでシンプルにいただきます。今日のお茶はルイボスティーです。今日はですね、実は今日金曜日なんだけど、ちょっと会社休みで一日めちゃくちゃ忙しくて予定をいっぱい入れてるので、今、朝の10時40分です。違う、9時40分です。なのでちょっと10時過ぎには出なくちゃいけないんですけれど、大阪に行きます。で、歯医者と今日はまたまたともちゃんのヘアサロンなんですけども、今回はちょっと人生で一番変化のあるようなことをしたいなと思っています。まあ、またサロンでね、ともちゃんと相談していろいろその時にまた土壇場で変えてしまうかもしれないんですけれども、一応そういう予定です。なのでちょっと最近のやっているこの間のなんだっけ、Vlog でねやってるメイクをお見せしたんですけども、ちょっとメイク、ベースメイクね、前回これとコンシーラーとパウダーだけだったんだけど、ちょっとカバー力を上げたい時にはですね、私はこれとモイストラブの BB エッセンスクリーム、これの03、一番濃い色かな、をナチュラルオークルね、を混ぜます。今もうスキンケアだけはしてあるので、でもうこちらもこちらも SPF が入っている、 SPF50 とかなので両方とも入ってるからね、日焼け止めは顔には塗りません。もう本当に少しだけこんな感じで、もう指先で混ぜます、めんどくさいから。それを目の下というか、もう顔の中心から置いていって、薄く伸ばす感じすると、化粧下地のトーンアップだけよりはちょっとカバー力があるかなと。で、03番なので明るすぎない、私は別にトーンアップはしなくていいのね首が黒いからあんまり顔だけはトーンアップしたくないんですけど、まあ、最近そういうのが多いので、で、これでまたコンシーラーとパウダーっていうのは前回と全く同じなので、ちょっと早送りにしますね。今日はチークを久しぶりに3のこちらが、シマリンググロウデュオの01番、これもねまだなくなってないの、これは本当に大好き、なくなったらまた絶対買う。こっちの明るい方目の下に塗ります。チークに使ったやつをアイシャドウ代わりにしようかな、今日
シンプルにしたくて。ただこれをさ、あとでやっちゃったから、アイライナーをもう一回かけ直します。消えちゃった。はい。で、メイクはこんな感じなんですけども、シンプルなやつね。なんだけど、今日なぜ忙しい日の朝からこの動画を撮りたかったかというと、まあ朝に、朝とか、まあ朝一で使うもので、最近買って良かったなって思うものを2点ご紹介したかったので、ちょっと朝から撮ろうと思いました。はい。で、さっき言った顔の日焼け止めはね、こういうものや、こういうファンデーション、とか BB クリームの中にもう SPF 入っているので全然顔には塗らないんだけれども、あえてね、私は首もう今ショートだし、首ここすごい焼けやすいので、今まではポンプタイプのニベアとか、他のドラッグストアですぐ買えるようなものを使ってたんだけど、ちょっとジェル状というかクリーム状のやつをね、なんか飽きてきちゃって何年も使ってると。で、今年この間もドラッグストア行って探していて、たまたま目に入って1本だけ残っていたやつで、こちらビオレの UV っていうやつでね、アクアリッチアクアプロテクション、プロテクトローション SPF50 の SPF50 プラスの PA の4プラスなんですけれども、なんかねこれに惹かれて、でその場ですぐにネットで調べてみたら、まあまあいろんなところで口コミも良かったので買ってみました。なんかサラサラで液体なので伸びやすいかなと思ってね。またこのサイズが、まあ、失敗してもポンプ式のやつは本当にずっと1年以上持つので、こちらは体に使いたいなと思って、買いました。そしたらこの間たまたま見た朝日ちゃんの動画でもこれ紹介しててびっくりしました。朝日ちゃん買ってるなら絶対いいはずと思って、よかったと思ってね。でその後もなんか のランキングでも載ってたので、こう振った後にね、こんな本当にシャバシャバな感じでね、香りが全然日焼け止めっぽくなくて、でこういう風にもうサラサラサラっと馴染みます。これがね、クリームやジェルって言われているよくある安いドラッグストアのやつよりは本当にこう伸ばしやすいなって思って、でね、また乾きやすいっていうのかな、馴染んで浸透してるからか、こう肌につけて、もう大体今までのやつってちょっとベタベタしている感じが長かったんだけど、これ本当にねさらっとついてさらっと消えるって感じです。なので今のところはもう肌をそこまで出すことはないので、首だけだったんですけど、今日はちょっとあったかいので、T シャツを着ているからちょっとね腕の方にもつけておこうと思います。もうずっと長袖着てたから全然腕とか塗ってなかったんだけど、本当は塗らなくちゃいけないのかな、隠れてるからいいのかな、ちょっとね日焼け止めは私そんな何も知らないから。これはね、一応顔とボディ用になってたとは思うんだけれど、だからさっき言ったみたいに、私はファンデーションとか下地でもう SPF50 が入ってるやつばっかり使っているので、これは顔にはあえて塗っていないんですけれども、でも絶対顔に塗ってもいいんだと思う。ピタってして、ほんと下地みたいになっちゃうんじゃないかなって思うんですけど、あとこの耳のとこね、もう乾いちゃって。このね、ちょっとペタっていうのがあるけど、もうベタベタじゃない、全然もう馴染んでるって感じです。はい、これです。パラドゥ、セブンのセブンイレブンで売っている、メイクのラインのねパラドゥなんですけども、私はここのやつをいろんなリップを今までご紹介してきたと思うんですが、毎回どの色を使ってもすごいいいって私言ってると思うんですけれど、なのであのそれがいいから、ティントね、もういいんじゃないかなと思って今回買ってみました。全部で2色だけで、こっちがピーチで、もう1個がフィグだったかな、ローズだったかな、の濃いめの赤の色なんですけども、アンドロムのリップティントをちょっと濃いめのフィグみたいな色で買っていたので、今回はピーチを買ってみたんですけども、
気に入ってるので、そっちの濃い方の色も買い足そうと思っています。1本1000円で、税込み1100円かな、なんですけども、これがねリキッドティントリップというやつで、PK の01となってます。これね本当に今までのリップティントってどうしても乾いてね、次の日とかすごい皮がめくれたりして、やっぱり使わなくなっちゃったりすることが多かったんですけど、あのセザンヌか、あれももうどっか行ってしまいました。あれただほとんど使わずに終わっちゃった。あれすごい人気ある、まだあるみたいなんだけど、私は全然使ってないです。一瞬いいかなと思ったんですけどね、残念、色も可愛かったし。こんな感じでね、みずみずしいツヤが出ます。でこれ何がいいかっていうと、あのちょっと前に会社行ってる時にお昼休みに買って塗って試したりしてるので、それを Vlog に一応撮ったんだけど、それを先にこれが出そうなのでまた言っちゃいますけれど、取れ方が綺麗。あのね、よくこういうティント系ってこの枠だけ残って中がもう全部落ちてしまうっていうことが多々あるんですけども、これは全体的に消えていく感じで、ほんのり色が残ってるっていう感じかな。いろんなものを飲んだりマスクしてても、なのでとっても綺麗、で全然カピカピしない。これが一番私には重要で、あの全然皮が、これのせいで皮がめくれたりとかはしないので、これはずっとカバンの中に今は入れています。あのこれでちょっと一応ティッシュオフね、つけたてなのでは、こんな感じでつくんだけど、こうやっていると当分あのあると思います。私今から20分後ぐらいに出て、まず歯医者があるんですけども、歯医者、あ、そっか、歯医者本当はリップ塗ったらダメだったんだけどな、これは取れないからいっか。歯医者終わってから一回お見せします、どんな感じか。いや歯医者めっちゃ口触られるしな。歯医者の前と後でお見せしたいと思います。はい、というわけで今回気に入ってるものをまず2つ先にご紹介したくてこの動画を撮りました。はい、ではですね、今から歯医者とヘアサロン行ってきます。どうなるでしょうか。これもね、後に本当は続けようと思っているので、あんまり長くならないように頑張ります。 OK、 バイ。そうそう、あともう一個ね、家を出る前にもう一個紹介したかったのがあったの忘れてました。今ちょうど歯磨いてて思い出したんだけど、この歯ブラシ、これはねクリニカの歯ブラシで、ちょっとね箱というか入ってたやつをケースを捨てちゃったから、ちょっとちゃんとした名前わからないんですけれども、私は初めからこのクリニカのこの細いやつの3列のやつをずっと使ってたんですけれども、この細身な感じがすごい使いやすくて、あと3列は私ずっと歯医者さんに勧められてからずっとこれにしてるんだけどね、私は食いしばりがすごい激しくて、でもう生まれつき歯の根っこもすごい短いから、ちゃんと本当にケアしないと将来ね、あの歯の根っこだ、歯茎がこう衰えてくると、もう歯がグラグラして抜けてしまうっていう恐れがあるので、まあ 3,4 ヶ月に1回とか行けるときは行くようにしてるんですけど、それ食いしばりをするから、何、マウスピースはずっともう何年も使っていて、夜寝るときにね、でそれに穴がすぐ開いて、もう5個目とか使ってるんですけど、またこの歯を磨くときの力もね、私強いらしくて、それで知覚過敏になったり、まあ他にも理由はあるんだろうけど、歯が弱っちゃうのね、やっぱりそういう力を入れすぎると。で気にして、自分が気づいた時にはちょっと緩めにとか思ったりするんだけど、やっぱり無意識に歯磨いてしまって、すぐにこう力入れたりしててね、そしたらこの間ドラッグストア行ってちょうどこれを見つけて、もうそろそろ歯ブラシ変えないといけないなと思ったらね、いつものやつの横にこれがあって、何が違うかっていうと、ここがねちょっと今までと違って、力を入れすぎたらね、
わかる、この音。この音が鳴って教えてくれるんです。こうしなるのよ。まあ、これが本当にどこぐらいまで合ってるというか、歯にこれが鳴るまでやったらダメなのか、鳴るぐらいやらないとちゃんと磨けてないのかとか、まあそれはちゃんと設計の時に歯医者さんと一緒に考えられていると思うので大丈夫だと思うんだけど、一応目安としてね、これで歯磨いて、音を鳴らないように、音鳴るギリギリのとこぐらいまでで歯を磨けるように今なっています。どうしてもね、なんか気づいたらこの上の歯をね、磨くときにね、ちょっとこう音が鳴りやすい、私は、かかたか鳴りやすいので、うん。いや、これちょっと画期的だなと思ったのよ、私は。だから食いしばりとかね、歯が弱い人とか、その磨くときに圧が強い人にはこれちょっとおすすめします、私は。ちょっと今日歯医者さんに聞いてみよう、これがいいのかどうか。本当に、うん、またよかったら報告します。はい、では行ってきます。はい、今歯医者のエレベーター着きました。今これぐらいね、綺麗に取れてるんでしょ。では歯医者行ってきます。はい、歯医者が終わってすぐに時間なかったので、カレーをバーってさっき食べて、やっとともちゃんのところに着きました。今からどんなになるんでしょうか。すごい楽しみです。この笑いがこみ上げてくる活動愛。もう揺れて画面からはみ出てたわ。ええー。もういいんちゃう。よっしゃ、止めていこう。めっちゃ暗いから。5レベル、うん。レベル5のシルバー。そうそう、これで根元と中間の。根元だけ。グラデというか、この秋のような、そうそうそう、黒い子を少し色をふんわり上げて、あ、そうね、シルバーだからちょっとこの後ろに馴染みやすい。はい、今帰宅しました。本当はね、自然光の下で見せてあげたかったんだけど、全然撮れる場所がなくって。はい。なので家帰ってちょっともう電気の下なんだけれども、どうでしょう？すごいオレンジだった髪に、シルバーにちょっと紫が入ったやつを入れただけで、こんなにいい感じの色になりました。本当毎回ともちゃん、私の好みを知ってやってくれるので、もうめっちゃ毎回出来上がりが楽しみで、もうまた途中のあのオレンジはどうなるかと思ったけど、うん、めっちゃ気に入ってます。ずーっと一日中マスクしてたから、もうほとんど何も、もう汚く取れちゃってるけど、でもね、あのリップ結局今日お昼急いでカレーを食べて、でコーヒーも飲んで、ずっとマスクして、歯医者も行って、だけどこんな感じ。若干自分の色よりは明るくじゃないな、赤目でなってるんだけど、でも本当枠だけ残ったりは一切せず、で、もうカピカピにもなっていないので、本当にあれはおすすめです。はい。というわけで今日は生まれて初めての全頭ブリーチ2回やって染めてみました。まあどうなるか初めは全然分かってなかったんだけど、いい感じにしていただきました。ありがとう、ともちゃん。はい。ではですね、今日はこれぐらいで終わりにしたいと思います。Thank you so much for watching till the end, and see you next time. Bye!